はいどうも、南国農業人ひろきです。今日は前回もお世話になってますシャロン農園さんにスターフルーツの収穫の作業を見学に来ました。今回はですね、スペシャルゲストを呼んでます。元 J リーガーの高木義成さんです。どうぞ。今日サッカーサッカーの企画、あの南国集球人集球人この色を全部いただいてます。サッカーショップかもそして、いつも立ってる友池やか、どうぞ。友池やか、同い年。どうも、同級生です。あと一人、ちょっと待って、これ、はい、すんげえ面白い人くんでしょ。はい、あすごい、うん、マンゴーの師匠、ペルタンです。うぃ、普通の業人、テルキです。さっきと一緒だったね、これねこれがテイク2なんて絶対言わないから。来たこれで、今日何やんの、漫才。はい、どうもー。はい、今日はですね、はい、はい、もう早く旅行きたいから。はい、スターフルーツの収穫作業を今からしますので、はい、ぜひ最後までご覧になってください。はい、お願いします。それでは、ではでは、これはすごい、いっぱいありますね。これさっき聞いたんですけど、1年に1回取れて、2、3ヶ月で出来上がる。うん、大体そうですね。旬はいつなんですか。大体今です。あ、今お10月ぐらいまで。ドンピシャですよ、ドンピシャ。じゃあちょっと実際取ってみましょうかまあいい形のやつねえ、はい、なんか下手くそないちょっと置いてか。いや違う、違う、あのやっぱさ、はい、南国農業人でしょ。南国農業をライトにやっていきたいわけ。そう、あ、なるほど。そうそうそう、これでもぎ方がこうだとかってなっていくと、ね、めんどくさいの編集があ、なるほど。そうね、だからもう改めてあらかじめね、はい、そう、他のお店で買ってきたやつを持ってきたやつ。そうそうそう、これはあの冗談としてちょっと1個ね、取らせてもらった方がいいかなと思って、はい、あ、それ取っていいですか。じゃあ普通に取っていきますね。これそうですね、これひねる、このままピョンでいい。はい、あ、ちょっと待って、本当はハサミで取るんですけど。あ、そう、手痛くないですか。手が痛い。あーし、あーし、もうそのまま、そのまま。ちょっと待って、あれがね、新鮮なやつだね。そう、糖度がいっちゃっていいのこれ。もう全然で、ここ皮もいける。本来は切って出すんですけど、うん、じゃあ今日はもう一口、あ、ここ真ん中らへんからもうガブッと。ガブッと。あ、そうですね、水分結構多いんですよ。うん、あ、うまい、うまい。なんだこれ、梨。え、うまい、うまい、うまい。なんていうの、梨にいきますよね。あ、これ超うまい。なにこれ、やってますね。うまい、うまい、うまい。うん、美味しいですよ。まあ、いつもは切って丁寧に出す。うん、うまい、これ。ちょうど今、切らないと星の形にならないもんね。後ほどね、また切った状態も。じゃあ、いい、あ、いいですか。ほんとうまい。でも、これ普段は特別な許可を得て食べてますやったほうがいい、はい、これだって、これまだなってる、これグアバ、あ、デカさもう食べれんの。うん、食べれます。今すごいいい色合いなんで。いい色合いだってね、ともけか、いけますよね。はい、ちょっとかわいそうだから取んのやめよう。やめるんかーい、やめるんかい。だって最後の1個やん。いや、まだ小さいのがこれから育ってくる。あ、そう。それ多分高木さんのために落ちないで。仕込み、はい、仕込みではないと思いますけど。取っていいですか。取っていいですよ。本当、え、グアバってこうなってんだ。なにこれ、皮を。皮は若干渋いかもしれない、うん、グアバ。あ、でもなんかちょっとやるかも。うん、やってって感じですか。もう、もうこれでもいいし、うん、あ、これ、このまま食べれるの。はい、食べるそうです。皮は、皮は、まあ、うん、これピンクだわ。俺が知ってるグアバとちょっと違うなクリーミー。あー、白色ですからね、これね、なんか、もっと酸っぱいイメージ。酸っ
グアバってのクリーミー、うん、口込みだからいえ、普通になってるやつですからね、うん、うまそうですね。食べる、いいですか。いただきます。うん、仲いいな本当皮まで食べましたこれね。こんな感じ、白色。あ、前説明した、はい、かかとなんですか。チェリモヤ、チェリモヤを混ぜたやつがアテモヤですです。これがシャカトアテモヤ。俺は今もう頭の中モヤモヤだ何言ってるか分かんない。モヤットボールモヤットボールっていうのがあるらしいですえ、何アテモヤと。アテモヤはこのシャカトっていうのと、うん、チェリモヤ、チェリモヤが混ぜたやつがこれがアテモヤ。これはシャカト。あのシャカト中にアテモヤってアテモヤがあるんですけど、隣のハウスにそれはアテモヤなんですけど、これはシャカトウといって、シャカトウともう一つ似たような果物があって、チェリモヤと、うんうん、これを二つ掛け合わせたものがアテモヤになります。なるほど。これは単体でも機能してるというか、こう、あ、もう全然食べられる。これはシャカトウっていう果物として、これ以上大きくならない、アテモヤみたいに。これはもうこれで、へぇー、実際いけそうなのあるんですか。今日はない。ないないかい。冷蔵庫に。あ、なるほどなるほど。もうないだけど、今日はない。今日はない。今日は、わそれはどういう葉っぱなんですか。これはクルトン。え、クルッとしてるから。でも、うん、クルトンクルトンクルトン。いや、クルトンと違う。コーンポタージュ入ってるでしょ。なんちょっと待って、待って待って、本当に自分、なんで、え、クロトン。発音良すぎんだよそれ世論っぽくしなくていいんだから。いやいや、今前回収穫したドラゴンフルーツ。でもさ、はい、ドラゴンフルーツそんな俺得意じゃない。いや、もう絶対美味しいです。じゃあでも本当にここのドラゴンフルーツはもう甘くて美味しいです。あるんですか。あるあるある、うん、本当に美味しい。前回ね、うん、僕もあの動画撮らせていただいたんだけど、本当に美味しかったので。見た目がね、ダメなの。なるほど、うん、それを覆すのが味が、味があればシャロンにはあると。はい、そうです。無農薬で育てた。なるほど。この間この間これ勉強しましたからね。これ赤色です。あれすみません、白色かもしれません。アリがいるのって糖度が高い証拠なんですって切り方が失敗したと。お、でかい。さっきより全然、ね、大きいですね。ほら、シャロン農園から移動して今バナナの方が。バナナがある。バナナはないよ。バナナはもっと亜熱帯とか。あ、確かに。そういうところにしかない。だってお前も隠れてるもん。え、これ違う。これはバナナの話。絶対じゃ、絶対にかけてる。ドローンってバナナ聞いたことない。ちょっと待って、危ない危ない。これもコンプライアンス引っかかっちゃうから。でもすげえ切れなそう。本当に。え、これちょっと一度バナナ農園っていう聞いたんですけど。これがバナナの花です。いきなり。バナナの花。これがバナナの実で。それ花のナス。花なんだ。ナス。ナス。ナス。まさかのそんなバナナ。この角が丸くなる前で、もうちょっと、あ、でももうちょっとだけど、中はもうバナナ、中はってこと。黄色になったら収穫。いや、これはもう青いままで収穫して出します。あ、そういうことか。世論から外に出すと。あ、そういうことか。あの時間差を考えて。あー、すげーなー。10センチぐらいですか。10センチないぐらいか。
そうですね、1本ね、1本もうちょっと大きくなるんですか。そうだね、大きくなるのもあるし、へー、こうやって、あの、なんだろう、はい、最初この花が向いてるんだけど、はい、これがだんだん、この、こうやって上向上に向くんだ。あ、そう、反ってくんだ。最初はあの下向いて、はいはい、花が長く、花が咲いてるところは、はいはい、身が下を向いてんだけど、これが上向き始めたら、もうここの花を、おー、これ何、このままつけとくとまたここにね、無駄な栄養がいくから、あ、なるほど、うわ、すごい丸々してる、おいしそう、これ大丈夫ですか。これどうすんの、うちが収穫してんの、はい、あ、じゃあやるよ、せかく、いいっすか、吉野兄貴、はい、あの、タレには、あ、タレじゃない、汁には気をつけて、このままここら辺、はい、左手でそこ押さえて、あ、そうですね、押さえて、はい、ここ、はい、重いですからね、バネバネ、あ、そう、おー、取ったぞー重った、これ10キロぐらいある、重った、ね、すごいでかい、すげえ、最後、これを汁が出る、へえー、あ、もうこれでお役ごめん、はい、はい、ではスターフルーツ切ってみます。これ輪切りにしたら星の形になるみたいな、本当に星じゃ、梨みたい、ああ、さっきとまた違いますね、全然違う、ああ、うまい、ああ、やっぱでも丸かじりできたら贅沢だった、うん、ね、やっぱね、うん、なかなか丸かじりできてね、うん、美味しい、みずみずしい、やっぱりこれもいい、いい、おいしい、それは何ですか。シャカトウです。シャカトウ、シャカトウです。結構甘いですね、これは、だいぶ甘いです。これさっき言ってたアテモヤになる、うん、やつの片割れ、はい、片割れ、あ、アテモヤを割り算にしたらこれになります。アテモヤに行ってますね、はい、アテモヤを食べた、なんだろうこれクリーム、クリーミー、あ、もにおってない、もにおってない、この黒い点々が、はい、シュガースポットって言うんですけど、これですか。そうですね、はい、それがたくさん出ると食べ物なるほど、なんかあの僕がよくスーパーとかで買うやつって黒くなってるともう傷んでる、あ、そうですね、あれはまたどうなのかな、ちょっと品種が違うんですけど、これは僕用に吊るしてくれてたみたいですあと東京バナナ、あ、東京バナナ、作り方が若干違うじゃないですか東京バナナ、これ世論バナナ、皮が薄いんですよね、本当だ、薄い、普通のバナナと違ってね、うまい、またちょっと酸味もあったりして、甘さと酸味がね、やば、フルーティーだな、これ美味しい、え、なんなんこれ、酸味なんなんこれ、酸味バナナですか、すごいうまい、なんか甘いじゃん最初、うん、え、なんすぐ酸味くる、そう、甘みと酸味と、20年前、22年前から、はい、一回初めて食べた、いや、すいません何回かうちのやつを食べたことあるんです、ただやっぱ美味しくないじゃないですか、食べてない食べてます絶対食べてます、俺はやっぱここから取ってどうぞってあげた記憶です、やってるやってる、マンゴー冷凍やってるわ、ちょっと誰もいねえから食っちゃう、大変かもね、あーでね、白ですよ、あー、うまい、うまい、うまい、うん、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは吉永さん、今日はありがとうございました。いや、こちらこそだってこれやばいよ、バナナ多分今まで食べたバナナで、ね、一番美味しかったかもしれない、すごい、丸ごとバナナの次に美味しかった次、まさかの次ですか、いや、それは冗談で本当に美味しかっただ、これを、これまだ食べ頃じゃないんだもんね、はい、で、だから僕はこれを今から持って帰って温めて
全部食います。ぜひお願いします。これでもこれ実際これでおいくらぐらいですか。2000円とかです。だバナナが昔は高級だったじゃん、うん、それをね、うん、その話を思い出しました、はい、美味しかった。ありがとうございます。あれですよね、サロンさん、はい、通販もやられてると。そうですね、はい、今の時期だとバナナとドラゴンフルーツ、スターフルーツぐらいですか、ね、がメインで、はい、概要欄に僕が貼っとくんで。バナナはマジ食った方がいいです。食べてほしい。で、ドラゴンフルーツと、スターフルーツもね、本当に島の原産物、はい、特産物、はい、僕は22年ね、与論島来てますけど、はい、初めて連れてきてもらったんで、また次回来島して来たいと思いますので、はい、食べてみたい方はぜひ通販を頼んでみてください。はい、それではまたバイバイ。ではこれテリー久しぶりにさ、撮って喜んでた、こんにちは。